Welcome to ガンダムライン。どうも、シュリです。初等ガザシ使い捨てっか。ガザシ、ガザ D、ガザ E なんですかね。ガザ A、 ABCDE、 AB がそれば全部揃うね。 ABCD、 いやー、最初はこの赤いのところを食い回せにしてしようかなと思ったんですが、ちょっと考えを改めた。で、初期ジムのところをこっちにしました。ばらまきのより広範囲にばらまける単発火力の初期ジムから、ばらまき型ですね。なんかくしゃみが、いやー風なんですよ、多分風なんですけど、風と思ったら負けだ。これ画面揺れるの本当どうにも収集ね。このビビビビって画面揺れるのは不要です。まあいらないエフェクトですね。あってあんま好ましくないですね。しはりましたね。軌道範囲まで運搬を行う。指揮官から指示が届いている。あそこ乗れない。力を貸そう。ハンブラビューなんかブーストしやす、変形ブーストがしやすくなってますね。時間が長い。力を貸そう。指揮官から指示が届いているぞ。承知しました。あー、なんかやっぱ風っぽいな。よっしゃー、めっちゃ入った。ゴー。俺たちちょっと油断してました。バックメインですね。ちょっと初期ジムと違う点はそれができるんですね。初期ジムは11とかね、いいんですけど、しかも内臓だからこう取り回しがしやすいっていう強みもありますね。まあケースバイケースです。範囲火力に優れているグレーデンとガザシーを今回投与しているのが、まあ当たってる感じですかね。まあ、初期ジム全然いいんですけどね。全体的にバックメインですね。もちろんハンブラビーは、まあ、ガザディは突ポジですけど、
って。こんな早くアクア落とすつもりじゃなかったんだけどな。もちろん長生きしたかった。グレーデンは何度も思うけどやっぱいい。てか内臓の気持ちはすべからくいいですよ。バックで持ってて。うわ、いって、ナイスショットやな。死んだし。おお、クロス、クロスシュート並みのクロスリペア、かっこいいね。くしゃみが出そう。やっぱ風っぽいよな。気合だ、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 気合だ。お互い様です。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのが戦に出撃だ。あとは、まあ、ガザディは中央突破で行ってもいいけど南攻めてもいいね。こうなるとこのマッパも、もうあとは南突、あ、北のね補給突だけ気をつけつつ。今俺見てしまったんだけど覚醒したジオが落ちていったのを俺は見てしまったんだけど、あれは悲劇でしかないわ。まあ、ある意味悲劇。敵の戦艦が見つかった。蹴散らすのだ。修理必要だと思います。指揮官から指示が届いているぞ。修理開始。戦略兵器が破壊された。北を誰も出ない。補給機を破壊した。敵艦を注目させました。じゃあね。出撃する機体を選び、出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いているぞ。自分本拠点 X が攻撃されているぞ。修理するよ。レーダーくらい問題じゃねえ。回収回収。とにかく集めよう。ラッキーゲームちょっとだけ入った。出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を決めるのだ。ガザシーにする、あ、ガザシーにするとこのマップは相性がいいな。ジュド走る。敵のエースだ。あんなやつ私一人で十分だ。初期島はちょっと内臓ね手間取ることがちょこちょこあったから。持ち帰りのね。敵の戦略兵器だ。敵戦略兵器の破壊に成功した。こんなの傷のうちに入りません。敵エースを撃破した。これはありがとう。ダメな兄貴。悔しいよ。あーって感じですね。下がっちゃった。援護して。
あ、あそこで躊躇しちゃうと厳しいんだな。なあ、綺麗に突撃決まったんで、あとはまあ。さらに戦果を上げるのだ。コルーシって感じですかね。ここ行っとる。まさに命知らず。酔いの虫の名職に赴くだごとし。どうした？それで終わりか。出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を決めるの。戦略兵器の軌道を確認した。入ったかな。入ったっぽいっすな。カバーサバ。申し訳ありません。自分に好きな敵だ。ここの固定砲だよ。ほんと邪魔。ほんと邪魔。変形機体で行くとなおさらね、あそこ引っかかるんですよ。難しいよね。あんまり見る子はスルーできますけどね。まあ、行くことがちょっと限られてきましたね。もうゴリ押しゴリ押し。沈んでいただきました。出撃する機体を出撃する地点を決めるので、補給機を破壊したぞ。敵はどこだ。攻撃開始。いや、もうこうなるとこのマップは本当に、厳しいですね。相手のここは折れた感じですね。戦略兵器の破壊に成功した。戦略兵器を破壊する。障害を解除。支援スパイ。必要とされている。めっちゃ前までネロが。めちゃくちゃやな。はい、終わりました。まあもう一撃必殺って感じですよ。格闘ゲームでいうところの一撃必殺か覚醒技が入ったって感じですね。もうその後もうどうしようもない。うん、そんな感じでございました。もうちょい気づいたかったかな。まあみんな入ったからこんな感じです。でまあこれでバランスいいですよね。全体的に入ってっていう感じだったんで、うん、非常に良かったんではないでしょうか。うわ抜けすぎ。これはもう初動あの時に抜けただけであって、最初に借りなかったわけではないんですけど、7人抜けてますから、ね、名前出した方がいいと思いますよ。いくらなんでも常習がいると思うんで絶対。こんな感じでございました。個人の評価だ。いやだって残りの人が大変じゃん。
それを背負わなきゃいけないわけだから、ここのリスクでやってる人もいるんで、集団でやってたりすると残された方がたまったもんじゃないですか。おおって感じですけど、あまりだったな。バズーカ爆風拡大とか来たら最高だったな。状態異常通撃強化とか来たらどうなんですかね、ダメージ上がるんでしょうか。そんな感じでございました。今回ここら辺で、おって思いましたけど、んっていう、あんまりそんなに美味しくなかったまあ弾薬補給なので緊急起動すればいいんですけど、あんましないからな。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。